はい、ということで2日目になりました。はい、台風の関係もあったんで、はい、ちょっと帰るのを1日延ばしまして、はい、今日はまあせっかく来たんで実家に帰ろうということで、はい、実家に、はい、でですね、昨日の食事で、まあ、あまり福徳のパパさんママさんとの食事の風景はあんま撮れなかったんですけど、まあ、そこでね、まあ、どうせ地元に帰られるんであればいいお蕎麦屋さんがありますよということで、はい、ご紹介を受けました。おすすめの、はいはい、やってまいりました。我もこうさん。いやすごい、ちょっと読めなかった、ね、読めないですねこれは、ね、すごい癖ある。でマイナス4出まくり、はい、出まくりですね。隣田んぼですもんね、はいはい、私はこういう場所で生まれ育って。いやすごいですね、はい、でまあ、ちょっと実家に行く前にね、はいはい、ここでお蕎麦を勉強させていただいて、はい、それからちょっと行ってみたいなと思ってます。はい、でもこの今ちょっと思ったんですけど、はい、実家によって父の日何もできなかったんですよ、はい、でさっき電話でちょっと確認したら、はい、スケジュール的にも何も予定がないと言ってたんで、はいはい、明日父と母を連れて札幌に旅行をプレゼントするという企画をちょっと急遽今思いついてですね、今航空券ゲットしました。あ、本当ですか、はい、あ、もうなるほど。なんで、ちょっと弾丸ですけど、はい、それで札幌の、まあ、私のお店と ね、はい、ね、ちょっと招待してみたいなと。なるほど。なかなか来れないからね、はい、ね、そうですね、コロナもあったんで、まあ、ちょっとねコロナも落ち着いてきたような感じもしますので、はい、やってみたいなと思います。はい、はい、なんかサプライズ企画みたいなことばっかりしかやってない。急遽、はい、急遽ですね。親孝行企画。そうですね、親孝行企画。はい、まずはじゃあそばを食べて。そうですね、はい、やっていきましょう。腹ごしらえ。そうです、はい、はい、行きましょう。はい、めっちゃいいですね。はい、ということでお邪魔させていただきました。すごいですね。じゃあちょっと頼んでいきますか。メニューをこういろいろありますけども、カメラマンさんは何行きますか。シンプルな、それで行こうか。なるほど、そばがゆセット。はい、僕はあったかい地鶏そばっていうので。はい、あ、店長が、うん、こちらで行きます。地鶏シグレスと、はい、いうことで、はい、じゃあ頼んでいきますか。はい、はい、うわ、はい、やってまいりました、地鶏そば。あ、すごい。じゃあ、いただきますか。はい、蕎麦がゆからいただきます。なんかちゃんとしっかりと当たりがついてるっていう味がついてますね。はい、ね、塩味が。あ、うん、これはうまい。二日酔いにはもってこいだと思います。僕は二日酔いではありませんけど最高だと思います。お蕎麦メインディッシュですね。冷たいお蕎麦が行きたかったけど、あえてあったかいので、いただきます。うん、うん、いや、うまそう。うん、いや、うまいっす。普通にうまいっす。しっかり出汁が効いてるいますし、お出汁が効いてるし、はい、鶏の旨味がすごく出てますし、うん、かといってサバが負けていないです、うん、美味しいですわ。鶏も有名ですもんね、九州。そうですね、はい、地鶏使ってますからね、はい、なんか鶏自体も炭で炙ってますね、うん、本当だ。で、また食感がね、地鶏のね、うん、こいい食感なんですよ。ありますよね、うん、最高ですわ。噛み応えあって味出てくるみたいな。そうそうそう、噛めば噛むほど、うん、味が出てくる、うん、うん、う食べんないで食べたいですか。いや、いっちゃいましょう、もうっていうぐらい美味しいです、はい、僕はこの地鶏そばおすすめです。はい、皆様もしよろしかったら、熊本県阿蘇郡南小国町、はい、来ましたら、うん、マレモコーさん来てみてください。なんか蕎麦街道っていうのがあるんですね。そうですね、蕎麦街道、蕎麦屋さんがいっぱいあるんで、いろんな蕎麦屋さんがあって、はい、その中でもマレモコーさんがおすすめです。はい、ということで、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。いや、すごく美味しかったです。他でいただくはよろしくお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。すごい美味しかったです。ありがとうございます。はい、もう長いですか、お店は。
もうやがて30年ぐらいですか、うんうん、もうここで全部手打ちでって感じですか。そうですね、すごいですね、こだわりの味って感じですね。また来たいっすね。ぜひ、はい、視聴者さんも多分来てくれるから、はい、よろしくお願いします。これつけて次は、うん、次はね、いっぱいいますから。いやいやいや、団体で行く、団体ツアー組んで、そうだよ、ね、はい、すみません、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。はい、ということで次は、はい、せっかくなので北田と柴三郎博士の、はい、記念館が同じ出身の、あ、そうなんですよ、小国町出身なんで、その博物館があるんで、ちょっと行ってみましょう。ああ、いいですね。取材できるかどうかは分かりませんが、行ってみましょう。はい、雨が降ってきましたね。雨ですね、台風の洗礼を。いや、あ、でも温帯低気圧になってるから ね、 そうですね、風とかなくてよかったです。そうそう、よし行ってみましょう。いや結構あったんだけどね、高速ね全然知らない、だいぶ揺れてたんだけどねすいませんこっから挽回します、お願いしますここ左で、はい、左、運転手が山本君に交代しています。雨がやばいっす。あ、雷もついてます。雷な、鳴りまくってます。サラサラ後ろで、はい、ということで、北田と柴三郎記念館を向かってたんですけど、もう黒川温泉に同級生の旅館に直行しますちょっと雨すごすぎるんで、ね、雨すごいです、やばいですね、急に来たんでちょっと、ね、雷もやばいんで、ちょっと建物に避難します。はい、はい、お、光りました、またすごい。はい、ということで黒川温泉に来ました、同級生の宿です。いや、すごいですね、しのりさん、はい、まあ、ということで、まあ、旅館の中でね、入ってゆっくりしたいと思います。はい、はい、皆さんに後でお届けしたいと思います。はい、すごい。それでは本日は誠にありがとうございます。お疲れ様でございました。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それではまずこちら食前酒の方から参ります。食前酒は梅酒になっております。一番、はい、これで、はい、一番上に参りまして前菜になります。こちら真ん中のガラスの器の方は鶏のたたきになっております。ポン酢と上に柚子胡椒の方乗せております。それでは左手小鉢へ参りまして酢の物になっております。真ん中の器へ参ります。ヤマメの姿作りになります。手前のオレンジ色のお刺身の方がベニマスになっております。それでは一番手前のちっちゃい双ももに参ります。こちらは珍味になりまして刻みわさびとなっております。こちら味がついておりますのでそのままでもよろしいですし、こちらお肉を焼いた後に薬味としてでもお召し上がりください。それでは右手三角の器参りまして熊本名産馬刺しになっております。よかったですよ、馬刺しさんみたいに来たから、はい、それでは左手お肉へ参ります。黒毛和牛になっております。上の段が和牛になります。手前の段が熊本のお肉になりまして紫陽花牛となっております。こちらはあの社長から、あら、はい、同級生の社長から熊本の熊城中大石いただきました。あら、おいしい、ありがとうございます。いや、素晴らしい接客です。すごいですね、ね、出てもらいたい。ちょっとした鉛がまたいいですよ ね、 ね、新鮮ですよね、うん、あ、皆さんは新鮮だって。そうそう、俺はね、なんか慣れてますもんね、聞き慣れてるから。そうだ、そうそう。ということで、乾杯いきますか。うん、はい、では2日目、明日のサプライズ、親父を連れて帰る、親父とおふくろを連れて帰る、はい、成功させましょう。乾杯、お疲れ様です。失礼します。乾杯です。
美味しいございます。最高最高ですね、はい、いただきます。山からいただきます。どうぞ。山本がヤマメを食べる。うん、臭くない、全然。そこか、もう活魚、うん、チップみたいなね、うまい、桜松みたいなね、うん、なんかでも身は白いんだね。え、川魚っすよね。川だね。若干川魚ってオレンジかかってんすか、うん、そうね、はい、臭くない、臭いイメージだったけど全然臭くないですね。臭くないです。うん、うまい。いただきます。生姜とネギだもんね、セットはね。うん、うん、プリプリですね。うん、うん、また九州醤油が懐かしいね。ああ、うん、この甘みでマッチングしてますわ。ちょっと甘みある感じ、ね、うん、はい、うまい、うまい。地鶏だ、前菜だね。地鶏、やっぱり山だから地鶏とか多いよね。おー、あ、うん、そういうことなんですか。うん、まだ甘い食感あるわ、叩いてるわ。柚子胡椒と相性いい。ちょっと食べたいな。食べなさい、食べなさい。これはうまい。地鶏の叩き、サクサク、うん、うまいよねマジうまいよね。これやばい、うん、うまい、これはやばい、ね、うまいっすわ。念願の馬刺し、熊本といえば馬刺し、はい、食べたいって言ってたもんね、うん、本場の馬刺しをいただきます。うん、うまいうまい。これお肉、俺今回のメインコースはこの、はい、熊本県産黒毛和牛です。すごい。そしてアジサイ牛、熊本県産、この2種の牛の食べ比べプランということなんです、ね、いただきます。はい、いただきます。いや、うまっ、やばいね、甘い、甘い、うん、いい脂身、うん、甘い、うまい、溶ける、うん、うん、一緒に飲みっていいですか。どうぞ。黒毛和牛、それそのタレでいってみます。ごまタレで、ごまタレ、多分ごまだでしょ、これ。これもうないね、溶けるでしょ。ない言ったら、ちょっと溶けるよって溶けちゃうんだな、もうないの、もうない。アジサイク、もっとタレで、うん、こっちもすっごい脂乗ってるっすね。ね、なんか赤身っぽいけどすっごい脂乗ってる、うん、そう、柔らかい、柔らかい、なくなるけど油油してるわけじゃなくてちゃんと肉の味するんだよね、うん、っていう、なんかすごい美味しいですね。贅沢コースでございます、はい、ということでちょっとじっくり食べていきますか。はい、はい、改めていただきます。いただきます。よし、はい、ということで完食いたしました。焼酎も飲み切りまして、はい、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうもありがたいくなっております。もうフルコース、いや、さっきのお膳の他に何品ぐらい来たの？3つ4つプラスご飯に吸い物、出汁の効いた吸い物来て、にデザート5つぐらいは来てるんじゃないですか、追加で。追加で、いや本当にね、もうパンパンですということで、美味しかったです。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ということで食事も終わったんですけど、紹介します。同級生の旅館の社長の E さんです。代表の E と申します。いや、今日は本当にありがとうございます。はい、もう相手は山のものばっかりなんで、いやいや、でもね、めちゃくちゃ美味しかったよね。いや、すごい美味しかったです。ありがとうございます。フルコース、パー満タンコース。あ、本当。あ、焼酎ごちそうさまでした。はい、いい、焼酎ごちそうさまでした。熊焼酎で限定酒なんで、いや、多いしね、有名だしね。あ、有名だな。いいやつ、いいやつ、ありがとうございます。もっと珍しいもの用意するべきだった。いやいやいや、十分美味しかった。いや、美味しかったです。ありがとうございます。大石は素晴らしい。うまいっすね。昨日、中洲で
飲まれたということで、だいぶやってましたね。どうですか最近黒川は。黒川そうやっぱ6月7月は閑散期なんでですね。あそうなんだ。閑散期でやっぱ雨が多いイメージと、あ梅雨で、うん、そうと、あと麻生というのがやっぱ霧がかかるとね、ちょっとレジャー的に。なるほどなるほど。でやっぱり8月とかの方がグッと。なるほど。じゃあもう来月の台帳は半端なわけ。大腸はまだまだ秋はということで皆さん秋があるみたいな、あぜひ来てください。お盆だけがちょっとパンパンかな。あお盆はパンパンだそうです。お盆を外して皆さんぜひこのリラクゼーションと素晴らしい最高の癒しを求めて、ね、素晴らしいね。サンさんまだ入ってないですけど温泉もめちゃくちゃ良かったですから、ね、あ本当、はい、これから入りますけど、あ、ね、すごいね。俺同級生の時からもう旅館だったの？旅館だったの。何年ぐらいやってたの？29年、もうちょっとで30年。すごいね。すごい立派な旅館だね。めちゃくちゃ立派さ。やっとやっとですよね。でもいや熊本ね、地震だのさ大雨なのでね、だいぶやられてるもんね。だいぶ来ましたね。ね。立て続けにも。だいぶ出費もかさんだでしょ。出費もかさで再…そうそうですね。でやり直してで、コロナがやっぱり一番痛かったのね。ああ、やっぱりね。コロナは全国的っていうか、もう全世界的にやばいですね。そうですで、震災の時、ね、2016年、17年に法人を変えて、で私が社長に。なるほど、代表になって。で、8月から始まって、11月で資金ショートして。マジで、うん、で、都合、よく消費税が返ってきて、還付があって、それで巻き返して、で、それから海外の方がいらっしゃって、そこから V 字回復が。インバウンドでパクリで、コロナまで、ストーンみたいな、ストーン、いや似てるね、借金ドーン、同じ境遇ですもん、そうなんですよね、昨日もインバウンド来てストーンと登ってコロナでストーンだもんね、今大変だけど、読めなかったね、あれは、まあまあでもすごいねいい旅館で、ありがとうございます。すごいですね。ぜひ視聴者さんも黒川温泉に来たら、いろいろ旅館あります。同級生やってる旅館まだ他にもあります。ああそうなんですね。ねラウンジか。まラウンジ来たかったんだけど今日ちょっとお休みで。ラウンジやってる同級生とかもいるんですね。概要欄に貼っときますんで、はい、よかったら皆さん、はい、一の湯旅館さんと、はい、ラウンジの方行ってみてください。よろしくお願いします。お願いします。今日はありがとうございました。あいえいえこちらこそ。ありがとうございました。ということで、はい。それでは。あと温泉入って、はい、ゆっくりしたいと思いますので、ね、爆睡ですね。ですね。2日目の夜、これで終了ということで、はい。はい、それではまた、また明日だね。また明日、はい、また明日。また明日に時飛ばし。おはようございます。おはようございます。ということで、3日目の朝、朝食からスタートですね。3人とも一風呂浴びて、そうですね。温泉入って、温泉を浴びて、また暑いですね。本当であればこの宿にも親を呼びたかったけどね、今日はちょっとスケジュール的に合わなかったんで、あれだった。まあこれからね、札幌連れてってからお寿司を握って、あとはゆっくりさせてあげたいなと、はい、はい、思っていろいろありますけど、朝食を美味しくいただきますから、はい、はい、お願いします。それからなんかお魚とご飯が来るみたいなので、はい、はい、しばし待ちます。はい、はい、ということでご飯も来ます。焼き魚、なんと鮎でした。うまそうということで、まあちょっとね、時間もあんまりないんで、サクッと食べていきます、ね。はい、食べましょう。すいません。いただきます。いただきます。はい、ということで、朝食ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。皆さんご飯おかわりしてましたしね。うん、はい、美味しくいただきました。朝から鮎なんて食べない。確かに。ということで、だいぶ心も体も温まって充電できましたんで、はい。はい、それでは、向かいたいと思います。はい。はい、次回レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。長い間。はい。短かったか。短かったか。一言。お世話になりました。お世話になりました。ありがとうございました。めちゃめちゃ喋った。ありがとうございました。ありがとうございます。ということでまた来ますんで。お願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。お気をつけて。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで。はい。親父とおふくろを迎えに行きますか。行きましょう。
レッツゴー。レッツゴー。はい、ということで実家に到着しました。両親を迎えてこれから福岡空港から僕のお店まで飛んでいきたいと思います。はい、はい、それではここは道中で何かあるかもしれないからとりあえず行きましょう。レッツゴー。はい、行きましょう。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで到着しましたんで、はい、それではお寿司食べてもらいたいなと思います。はい、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、喜んでもらえるかな楽しみですね。はい、行きましょう。お願いします。はい、ということで準備できたんで握っていきたいと思います。はい、はい、まずね、これ茶碗蒸し。はい、ウニとイクラとカニの茶碗蒸し。うちのお店では宝石茶碗蒸しといって出しております。なんかね、変な緊張してんだよ。緊張してるんですか。緊張してる。変な感じ。美味しいですか、お父さん。はい、美味しいございます。ありがとうございます。うちの、はい、5歳の孫が、はい、このイクラを大好きで。美味しい、いただきました。あ、ありがとうございます。なんか、こうやってお店でね、直接握るのって、はい、初めてなんです、実は。そのくらい、ああ、ちょっと親不孝なんですけど、お店やって一回も呼んだことなかったんで。なるほど、意外とね、近いと札幌とかに住んでたらね、すぐ呼べますけど ね、 そうですね、なかなかね、呼べない。あ、これはもう父の日も近いんでやってみようかなと、はい、いうことで思い切ってやってみたんですけど、もう父の日過ぎちゃったんだね、これね。いやいや、全然いいじゃないですか。はい、こんな感じで、まあ、何が好きかっていうと、まあ親父はウニが好きで、お母さん何好きなのかな、よくわかんないんだよね。何好き、うなぎは嫌いだっていうのは聞いたら分かりました。あ、そうなんですか。そう、うなぎ嫌いだった、はい、長いもの嫌いなんだね。あ、長いもの、そう、そうでね、親父そんなに量食べれないんで、はい、2人でね、そうそうそう、シェアできるようにちょっとずつね、作っていこう。他はね、山わさびにしようかなと思って。はい、山わさびじゃない、辛さありません。うんうん。はい、それでは今が旬のマイカでございます。はい、ありがとう。これお醤油つけて。はい、めちゃめちゃまだいっぱいいろんなもの食べてもらうからね。わさびで泣くのか感動して泣くのか、どっちでしょう。ちょっと探り探りいこうかな。はい、はい、これはね、時知らずでございます。えりもさんの時鮭ですね。はい、なんと今、あの、開店前にやってます。この知らずをお土産に持って帰りました。あ、なんかね、札幌に遊びに来た時に、はい、お土産で徳知らずを買って帰ったことがあるんです。あ、何年前、18年ぐらい前か。18年前の思い出ですね。そのくらい、はい、期間は経ってるんで、その頃ね、お店やるなんて思ってなかったんですよ。その時の価格で1匹5000円だったみたいですね。親父貝も好きなんで、こっちを行きたいと思って、火はあえて塩で、塩、塩とすだちです。はい、ホッキ貝でございます。それはね、そのままお塩ついてます。はい、あ、これはうまいって今聞きました。はい、次はね、フォロー。そろそろ限界に来てますね。もう限界かい。うん、あんまり余計いません。はい、あと3巻ぐらい。あと3巻ぐらいね。はい、ってことはだよ、うん、もうそんなに食べれないから食べてもらいたいやつ掛け合わせるしかないね。なるほど。これこの間ちょっとやったんだけど、本当はね、ウニミニウニ丼みたいなの作ろうかなと思った。はい、ご飯もそんなに入らないかもしれないから、うんうん、パパさんもママさんも食べてくれてるさ。そうですね、さすが。はい、走行してる間にカツボタンエビが来ましたんで、これを握っていきたい。ほんとご飯ちっちゃくしないと食べない。あと3つ切られました。まだ動いてます。うん、胸いっぱいで母さんのも食べれませんと。そう、あら、動いてる、動いてる。ああ、そんな中、お母さんが胸いっぱいでもう食べれないとかって。はい、
カツボタイムです。頭まだ動きますからね。はい、はい、ありがとうございます。はい、エビにお醤油ちょんとつけてお召し上がりください。はい、頭は後で揚げてきます。はい、お味噌も食べれます。冗談、うん、あ、うまい。これをシャリ極小でいきますか。はい、トロとウニと、これウニまかんでウニ、お母さんはウニが嫌いということでイクラに変えます。はい、はい、もう醤油ついてるからそのまま。え、イクラも食べれない。いやー、そんなことも知らない息子でした。お母さんはもうトロだけでいきますか。はい、もうね、醤油ついてるからね、そのままでいいよ。はい、そのくらいね、やっぱりね、実家にも帰ってないし、漁師のこと知らなかったってことですね。うん、うまっ。はい、お母さん、いくら食わないって言ったけど、食べさせますか。ちょこっとだけなら食べるかな。いくら食べてもらいたいですよね。母さん、母さん、母さん、飛び子、うん、上から飛び子かけますか。これで、いくら入ってるの分かんないですか。はい、はい、バレてる、バレてる、バレてる。いや、チャレンジしてもらいたかったんですけどね。我が子の言うこと聞いてきな。結構ね、食わず嫌いだっていうことが昨日分かったんですよ。なるほど。食べたことないって言ってたから、なんかあんまり好きじゃないみたいな。でも本当に美味しいやつは美味しいんだよってことをずっと伝えてたんですけど、なかなかやっぱり、ね、チャレンジしてもらえないみたいな。ちょっとね、この暇シートあると あんまり会話聞こえないんで、カウンター行って感想でも聞きますか。はい、はい、はい、ということで、まあ、食事してもらって、はい、どうでしたか。大変美味しくございました。よかったです。九州にない味をいただきました。はい、よかったです。ね、まあ、ずっとね、念願だった、まあ、この親不孝者なんで、ね、まあ、一回こうやってみたいなっていう。まあ、でもこれは元々の始まりは、はい、福ちゃんとムクイに会いに行くとこから始まってるん で、ね、福岡に行くっていうところ。そうですね、思いつきから始まり、思いつきでこうやってみたいな。でもここでまたちょっと思いついてるんですけど、はい、まあ、お寿司食べて帰るだけではちょっとあれなんで、はい、やっぱ北海道といえばボーイズビーアンビシャスで、ね、ああ、羊ばっか全部、はい、ああ、はい、まで連れてってそのままあと空港送っていこうかなみたいな、ちょっと思ってますけど、ね、弾丸ですけど、はい、最後北海道らしい景色を見せて、もうちょっとゆっくりできればよかったんですけど、スケジュール的にね。そうです、です、ね、今日天気いいですね。天気いいですね、だからいいんじゃないかなと思ってますので、はい、はい、まあ、僕の思いつきにもう少しお付き合いくださいませ、はいはい、父の日、お疲れ様でした。ありがとうございます。よかったよ。母の日、すいません、母の日も合同ということで、合同、はい、ということで、はい、はい、じゃあ勝利戦での食事はこんな感じでしたけども、はい、はい、まあ、喜んでもらえたみたいなんで、はい、よしとします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ついに到着しましたね。着きましたね。これが羊ヶ丘展望台です。はい、あ、結構人が、あ、めっちゃ人いるじゃないですか。すごいっすね、天気いいっすね。ピンカンですよ。ということで、はい、現地までちょっとお待ちください。クラーク博士見えてきました。おお、いた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 、いました、いました。指差してますね。ということで、ちょっと駐車場を探しますんで。あ、札幌ドームが、はい、あ、いいですね。はい、ドームが見えます。車を止めましょう。はい、止めましょう。はい、はい、ということで到着しました、羊ヶ丘展望台ですね。はい、やってまいりました。はい、天気も良いし、いいんじゃないですか。はい、はい、ということで、ボーイズビーアンビシャス行きますね。クラーク博士、はい、はい、まあ、あとはね、プライベートでちょっとさらっと。ありがとうございます。こっち向きね。そうそう、あとはプライベートなのな感じで、ちょっと観光してもらって、はい、はい、今回の動画終わりにしたいなと思いますんで、はい、はい、皆さんお付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございました。それでは次回は違う何か料理動画かなんかでお会いしましょう。はい、はい、それではまた、バイバイ。バイバイ。